私ももともと冒険者だったのだが、膝に矢を受けてしまってな。今ね、夜の9時半、真っ暗なんだけど、ちょっと iPhone のね、高感度じゃ映んないんで、ちょっとね、でももう暗くて、こっちもこう iPhone のね、ライトつけて歩ってるんですよ。城壁をね、ダンジョン探索してます。これちょっとあれですよ、ウィザードリーとかでランタンのね、エネルギーとか切れちゃった状態ですよ。ドラクエ1でもね、ファミコン版ね、なんだっけ、ラナルーターだっけ、違うか、あれなんだっけ、ランプの魔法切れちゃって洞窟でアウトみたいな状態ですよ。何にもおそらく iPhone では映ってないんですが、今ね、ローテンブルクの城壁を夜中歩ってます。すごくね、夜が綺麗だと聞いていたんで、最後の今日ローテンブルクの最終日、夜最終日なんで、明日朝も移動しちゃうんでね、最後なんでこう真っ暗ですが、移動しちょっと楽しんでおります。なわけでね、ちょっと明るめのところに来ました。ローテンブルク夜、ダメだな、 iPhone のカメラじゃ撮れないな。ビデオカメラ回すかな、でもめんどくさいんだよなそれ。私ももともと冒険者だったのだが、膝に矢を受けてしまってな。